はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。今、4時50分に、はい、始まりました。アンサンブル東京、ちょうど中田中盤でございます。今、向こう側で、坂本龍一さん、どんな方が来てるのか分かったところで、もう、この先、天気がいいと、皆さん、だいぶ汗だくで一緒に濡れたかと思いますが、どうか。このまま頑張って作っていただけ、見ていただけると嬉しいですということで、プリティクションステージで、代表がまず山口慎さんに来てもらってます。山口です、よろしくお願いします。そして後ろには長見潤さんはじめ手袋本番のものがいるんですけど、この後演奏をしていきたいと思うんですけど、はい、その前に少し皆さんの足元のお風呂敷について少しだけお話をさせてもらえたらと思ってます。はい、はい、で、アンサンブル東京今回3年目なんですけど、去年まで東京タワーでじゃなくて東京駅で駅前でやってて、今年はまあ東京タワーで、毎年このお風呂敷って呼んでるこのタッチワークの布を地面に敷いてやらせてもらってるんですけど、まあ、ちょっとこれがもともとはそのプロジェクト福島大友さんはじめ、みんなで立ち上げたプロジェクトの、フェスティバルで使ったものが最初。1年目
からあるやつもあるのかな。新芽からのはね、ちょっとじゃないかな、うん、今ちょっとボロボロになりすぎて、ちょっと切っちゃおうと思って、うん、はい、やっぱりそういうなんかいろいろ運用式で11年から16年以上にかけていろんな各地でやってる様子が、本部のインフォメーションテントっていうのは反対側にあるんですけど、そこでちょっと写真とか展示してますので、うん、ぜひよかったらその写真展示とあと映像もあって、アンサンブル東京の前の映像とかもちょっと見れたりしてるので、テント、こんな感じのカラフルなテントがありますので行ってみてください。で、そこのテントのところにはですね、CG とかがあって、物販しちゃいけないって言われたので物販してないんですが、CG があるんです。何の CG かっていうと、この大風呂敷を本当に各地で大風呂敷シーンの福島だけじゃなくて、札幌、愛知、はじめ池袋とかいろんなところで、すごくみんなで盛り上がってきていて、で、なんか盛り上がりついでに、なんか労働会を作ろうみたいなことになって、大風呂敷講座、大風呂敷のテーマ、大風呂敷のバラードっていう3曲。大風呂敷さん、武蔵を永見純さんとか、はい、プロジェクト福島のメンバーみんなで作ったのが CD 入ってます。で、あと、プロジェクト福島でもともと始めた盆踊りとかのオリジナルバージョンのすごい長い絵じゃないかと思って。大友の姿勢が初めて出席した温度。温度、全長12分待って、これ温度のなったるかが全然分かってなくて、ものすごい長い温度を作っちゃって、ちょっと反省して次録音したときは、それでも7、8分あったかな。そうですね。はい、だから、本当のオリジナルの映像もあって、はい、メジャーの映像温度も入っております。池袋西口温度って、去年まで鉄道東京でやってた。そうだ、今ちょっとリハでやってます。今、この前やってるんだけど、はい、とかも入ってるので、売ってないですよ。売ってないんだけど、もうこのテントになんか CD がいっぱい置いてあるので、売ってないですけれども、欲しい人がいたら、なんかご相談していただけると、売ってないです。ですけど、ぜひよろしくお願いします。物販いけないって言われてるんで、まあいいや。それこういうこと言うから、すぐ公共事業に声かかんなくなっちゃうんですね。はい、よろしくお願いします。はい、今のカットで。カットです。ごめん、なんでもない。はい。すごい良い CG だよね、あれ。この大風呂敷がジャケットになってて、すごいそれも綺麗なんですけど、ジャケ買いとかしてもいいと思いますよ、売ってないけど。はい。ジャケ買いですよ、本当に。アナログ版だろ。いや、もうアナログ欲しいですね。アナログ版もないけどありますから、意味がもう分かんない。アナログ作りたいな。誰が作るんだろう。誰が作るんだろう。はい、ということで、ちょっと大風呂敷、せっかく今回また広げてるので、でこの曲もできたので、この今日は、永見純さん、深地昭弘さん、近藤一生さんも入って、池袋盆バンドを去年作ったバンドで、池袋で盆踊りやってる時に、有志が集まって出来上がったバンドです。はいはい、だから、ある意味このアンサンブル東京とすごい近いなんかリンクしながらいろんなものが並行して進んでった感じで、はい、っていうメンバーで、お父さんもちょっと入ってもらいます。俺も、ええ、何で入ろう、メガホンで入りますちょっと遠藤道郎風に一郎が乗り移った感じ、はい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 、でちょっとそれで2曲ばかりやってみたいなと思ってますので、はい、温度じゃないけど、まあ、踊れる曲なんで、もう温まっててください、はい、寒いんで、ちょっと温まった方がね、はい、でこれが終わった後は、向こう側で、ウーアさん、それから稲葉と志願のワークショップチームの、公演があって、さらにそれが終わると、こっち側で、オートメシでスペシャルビッグバンドクラスワークショップメンバーの公演がありますので、皆さん、引き続き楽しめてください。はい、ということで、永見純さんはじめとした池袋ボンバンドプラスアルファのメンバーで、お送りしたいと思います。はい、じゃあ、ありがとうございます。よろしくお願いします。これのためには、やりますが、よし、広げました。広げたいました。東京タワーの下で強みつかりました。やったなやっぱりな、どうしても風呂敷あれば強みつかりました。
で畳んで広げて畳んで畳むと皆様あの畳む最後の瞬間まで見届けてやってくださいね。じゃあテーマのあとはですね、この大風呂敷の下で恋が芽生えたらいいなと思って恋やっぱあのボンドリーの帰り、ボンドリーってもともと色チックのものですよね。チューニングが合わせるんだよ。恋の準備はいいですか？今日たまに来たんだもん。じゃあ大風呂敷の